臨床大使は、大内氏の外される人物。朝鮮半島の九ダラの王族で、第26代西王の第三王子で、ブネ王の孫とされる。名は吉てる。15世紀後半に書かれた、大内忠たらしによれば、臨床大使は、大内氏の外され、水古天皇19年に、九ダラから、諏王国多たら浜に上陸し、聖徳大使から、 たたらせいとともに領地として、大内県を賜ったという。この臨床大使を外して名乗り始めた大内氏当主が、朝鮮半島との貿易を重視した、大内義弘である。李朝実録によれば、大内氏は、大永6年に、朝鮮へ施設を派遣し、和光大臣の恩賞として、朝鮮半島での領地を要求している。その要求は却下されるものの、貿易は認められており、 その貿易での利益が、同志勢力新調の大きな要因となった。大内正宏の頃には、大内氏のくだらけ松江説が知れ渡っており、幸福時代上院門後人尊が記した、大上院寺社雑時期の文明4年の項では、大内は本来日本人にひず、あるいはまた、高来人云々との記述が見える。臨床大縮要等が、山口県山口市大内。 見彫り指定目の上福寺に残っている、聖王、臨床大使、臨流大使、安倍大使、与能大使、与あた子、厚大使、大内正常、ありがとうございます。